こんにちはキラです今回は買う前に知っておきたい3つの債券を比較してみようと思います以前に米国債券の動画を出した時によくこの債券の種類について質問をいただきましたのでまずはですねこの債券の種類この3つをですね比較してみようと思いますはいなので今日のあなたのお悩みっていうのは利付債そしてゼロクーポン債そして ETF まあどんな違いがあってどれがいいのという悩みを今日は解決していこうと思いますで利付債っていうのは簡単に言うと定期的に利子をゲットできるま債券一方ゼロクーポンっていうのは価格の上昇これだけを狙う債券ですねで ETF っていうのはまあバランスによりけりでまあ両方取れるものかなというこんなイメージでいいと思いますはいで本日の内容は利付債そしてゼロクーポン債 ETF の特徴をままととめてみようと思いますそして各種債券を買う時の注意事項というのも合わせてご紹介できればと思っておりますこの動画を最後まで見ていただくとどんな債券があなたにぴったりかがわかると思いますそして債券でもリターンを得る知識を学ぶことができてあなたの資産を守りそして増やす方法を学べるということです はい、で私は本業会社員をしておりますがこのように隙間時間で投資家と株クリエーターとして活動しておりますで今毎年資産はだいたい350万円ずつぐらい増えているような印象で株だけではなくて、まあ、今回ご紹介する債券等々にも、えー、投資をしております、はい、で今ノートで,です、ね、メンバーシップ投資家の裏側というのをやっておりますこれは月300円ただ初月は無料にしております ほったらかし投資に不安があるとか、分散投資に興味があるっていう方を対象に、投資額1000万円超の売買内容っていうのをご紹介しております。もし私が何かを売ったり買ったりしたら、それを即日、即日または翌日にアップするように記事を書いております。で、それ以外にも何かイベントがあった時とかにミニコラムなどを書いていて、大体ですね、月4本以上は記事を公開しております。 投資初心者の方はもちろんやったことない方もぜひ興味があれば遊びに来ていただけると嬉しいです。はいではですね、えー、本業に入っていきましょう。おもとい,もといはい、では本題に入っていきましょう。参考になりましたらぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。なお、投資は自己責任、自己判断でお願いいたします。それでは始めていきます。はい ではまず利付祭、えー、を一言で申し上げると定期的に利子をもらうというのがこの利付祭です。もし今日ですねあなたがもし何かの債券を買った時に、えー、1年に大体2回程度ぐらいいが多いです、えー、半年後ぐらいに利子をもらってそして1年後にもまた利子をもらうそしてまた1年半後にまた利子をもらうこれをずっと続けていくということです。 で、償還日、つまり、何年何月まであなた、この債券持っててくださいねというのが買う時に書いてありますので、その償還日を迎えると、当時購入した金額も大体戻ってくるということです。で、この利子というものをたまにですね、クーポンと呼ぶこともあります。では、実際に、えっと、どんな、ね、債券があるかっていうのを具体的な画面を用いて確認していきましょう。 これは、利付債の具体例として、米国債券を持ってきました。ここに書いてある、この左上。これがですね、先ほど申し上げた定期的にもらえる利子です。1.75%ということですね。そして、買うときの単価というのが96.13%とありますので、まあ、若干ですけど、これ割引になっています。これが100%の場合は、割引なしで、まあ、いわゆる低下みたいなイメージですね。低下でもらえる。 それが96.13%ということは4、4%弱ぐらい割引で売っているということです。そして最終的な利回りというのがここに書いてあります。4.733%。そしてさっき申し上げました、利払い日というのが、これが利子がもらえる日ですね。この債券の場合は6月30と12月31日、この2日間利子がもらえるということです。 そして償還、えー、日がありますが、これがさっき申し上げた何年何月まで持っててくださいねというのがこの償還日です。で、これをさっきのイメージ図に当てはめますと、まあこんな感じですね。例えば1000ドル買った場合に、えー、3.87%引きです。そしてこれをさっき言った6月とか12月にもらえて、でまたその6月にまたもらえる。で、それして最後に6月、 召喚日には買っった1000ドルも戻ってくるとということで最終的な合計利回りが4.733%と、まあ、イメージとしてはこんな感じです。これが利付債です。でご紹介がてら、それ以外にも利付債というのはもちろんありまして、まあ、これが別の米国債券ですね。まあ、こういうふうに単価がちょっと高い、今ですね、ちょっと値上がりしちゃってる1 0 0 105.91%なので5%ぐらいちょっと高く売っていますただ利子というものは年利ですね大体いい利子は4%もらえて最終的な利回りは3.671%ということですでこの債券の場合は11月と105月11月にもらえるそうですでただ償還日というのはかなり先で2052年ということなのでまだ約30年ほど残ってますね なのでこういうふうに利付債っていうのも期限が短いものもあれば長いものもあったりしますんでそれは好みによって買っていただければいいかなと思います次ではゼロクーポン債を紹介していきましょうゼロクーポン債っていうのは簡単に申し上げるとキャピタルゲインつまり値上がりを目的として買う債券ですねで今日買った場合に数年後数十年後に償還日を迎えるわけですが 利子というものはありませんただ最初買った金額よりも値上がりしているので、まあ、100円のものが例えば150円になって返ってくるとか、まあ、そんなイメージですでこれも実際の画面見てみると、まあ、こんな感じでゼロクーポンってて書いてありますさっきここには利子ですねもらえる利子というのが何って書いてありましたが今回はゼロクーポン利子がないですよというふうに書いてあります で単価というものが96.66%なので少しね、えー、3.5%ぐらいですかね安く売っているで最終的な利回りというのが4.73%ということです償還日が2023年の11月15日ですので、まあ、0.7年後に返ってきますよという債券です、はい、でこれがイメージ図になります 先ほど申し上げた通り例えば1000ドル買った場合には3.34%引きで買うことができますで、えー、保有している間は利子というものはなくて23年の11月にこの1000ドルが返ってくるということですで合計の利回りというのは4.7%ということでこういう形で値上がりを目的として買うものがゼロクーポン債です で他にもゼロクーポン債の例としてトルコ債券をちょっと持ってきてみました同じようにゼロクーポンと書いてありますが単価は今回は80.54%ということで結構安いですね20%引きぐらいなので最終的な利回りっていうのは23.508%そして償還日が2024年の3月ですのでだいたい1年ぐらい保有していればあ値上がりとしてはこのね 23%ぐらい期待できるというものがトルコ債券になっています。はい。で、ETF はもう皆さんご存知かと思いますので、ここで、えー、とこの3つのね、利付債とゼロクーポン債と ETF をちょっと横並びにしてみました。で、これ完全にすべてのね、債券がこうというわけではないですが、イメージとしてはこんな感じで頭の中を比較するとお分かりやすいんじゃないかなと思います。 例えば、キャピタルゲインにおきましては、リスキー債というのはほぼないです。中にはあるものもあるんですけれども、あまりこちらは期待するものではないです。ただ一方、ゼロクーポース債というのはキャピタルゲインはありますし、ETF もあり得ます。で、インカムゲインですね。インカムゲインというのは先ほど申し上げた定期的な利子ですね。わかりにくい方は、定期的に配当金みたいなものがもらえると思っていただいてもいいかと思います。 利付キ債っていうのは先ほど申し上げたとおり定期的に利子が入ってきますんでインカムゲインあり。ゼロクーポンはもちろんありません。ETF もものにもよりますが、大体ですね、インカムゲイン、つまり ETF の場合は配当金とお伝えした方がいいかと思いますが、これは大体あることが多い印象ですで。将来の利益ですね。リ付キ債。 ま、こちらは予測しやすいというものがあります。先ほどのようにえもう買う時にですね。だいたい年利これぐらいになりますよと書いてありますので、リスキーサイトゼロクーポン債というのはまあ、予測しやすいのかなと思います。一方 ETF っていうのは種類にもよりますが、なかなか予測しにくいものが多いかと思います。一方元本保証ですけれども、リスキーサイトゼロクーポン債というのは償還日まで持っていれば元本保証です。 ただ ETF というのはその元本保証はあり得ません。で、最後、流動性ということで、どうしてもですね、ETF というものは上場していることもあって、多くの方がですね、買ったり売ったりしていることもあって、流動性は高いものですが、ゼロクーポン債とか、利付債というのは若干ですね、流動性は低い印象です。まあ、これを踏まえてですね、何を買うかなと。 皆さん狙っている債券というのがあるかと思いますのでリスキー債にするかゼロクーポン債にするか ETF にするか、まあ、その時にあの注意事項というものはいくつかありますのでちょっと私なりにまとめてみました、まあ、大きく申し上げるとまず大きなことの第1つ目としては、まあ、基本はもう数年とか数十年の保有をもう頭の中に置いて債券を買った方がいいと思います でまず、ととかゼロクーポン債というのは正直慣れるまでで複雑ですあのさっき画面はあの提示しましたけれども、やっぱなかなかああいうふうに、ですねあの年利はこうですよとか言っても、ETF とか普段買っている投資信託とかと比べると、なかなか馴染みがないと思いますので、ちょっとですね、慣れるまでは複雑かと思います。 で注意事項の1つ目としては、まあ、仕組み債というのはもっと複雑なので、基本は手を出さない方がいいと思います。私も仕組み債は買ったことねありませんで。なんで買わないかというと、仕組みをすべて、ね、理解できていないから買ってないということです。なので、まあ、ETF も慣れてきて、まあ、このね、利付債とかゼロクーポン債もある程度こういうもんだなというのが今日で分かったのであれば、まあ、利付債、ゼロクーポン債をちょっと手を、ね、出してみてもいいかと思います。はい。 で基本は償還まで保有というのがですね、これは大前提かと思います。基本は償還まで長期に保有しておくといいと思います。この理由としては、短期の場合、為替の影響が大きくて、さっきあの注文画面といいますか、商品のね画面を提示しましたけど、あ,あの通りのまあ利回り、利益が得られないことがあります。短期の場合。特に今みたいに2023年、 2022年かなりですね今円安円高得意時によって結構違うかと思いますなので1年単位で見てしまうとどうしてもあのようにあの為替の影響が大きいので基本は長期で持っていくことをいいと思いますで債券だからといってじゃあ途中で売却できないのかっていうとそんなことはなくて途中売却はですね一応可能です まあただ元本保証というものがまあ崩れてねしまいますのでまあ損失の可能性があるということは念頭において打っていただくといいかと思いますそして2つ目としてはまあ債権であってもですね想定した利益になるとは限らないです どうしても債券といってもですね、まあ、国のリスクとか、さっきの為替のリスクとか、いろいろありますので、そこら辺はちゃんと頭の中に置いておくといいかと思います。まあ、具体的には、利率とか償還までの期間、国のリスクをよく考えて買うといいと思います。 例えば、2022年だけを見ますと、アメリカ株とかは20%程度下落はしたんですけれども、それが5年とか10年単位で見れば、えー、っとこちらですね、2013年から22年まで、S、S&P500 の平均リターンは11.5%ありました。さっきの22年の下落を含めたとしても、平均リターンは11.5%。 さっき債券いくつか商品を提示しましたけども、まあ、大体年利4%とか5%ぐらいでしたねなので本当に今債券を買った方が利益が高いのかもしくは株に投資した方が利益が高いのかっていうのはやはりよく考えて買った方がいいと思います、まあ、普通に考えればですね歴史さえ見ればもちろん株に、ね、投資をした方が早いんですけれども まあただね、あのー、22年の値動きとか見ると、まあ、23年も本当にね、あの上昇するかわからねえなっていう時に、じゃあそれだったらちょっと保守的に考えて債券を買おうっていうのはあると思いますが、ただそれも年齢とか、あなたの、ね、背景によってバラバラです。 全然23年ちょっとでもですね、値下がりしてしまっても問題ないというのであれば、米国株を買うというのも一つの選択肢かと思いますので、利率、償還までの期間、国のリスク等々を考えながら買ってみていただくといいかと思います。そして債券といえば、この各国の中央銀行の利上げ、利下げ、この影響をダイレクトに受けますので、こちらもご注意いただければと思います。例えばアメリカの場合ですと、まあ、2023年は利上げ、 っただなかと思いますなので、再建価格はもう少し、ね、安くなる可能性もあります。長期的にですね、数年とか数十年とかで見れば、23年というものは買い時かなと思っていますけれども、ただもうちょっと短期的に数ヶ月単位とかで見ると、まあ、今が、ね、本当に買い時かというのはちょっとまだわからないです。もうこれは誰にもわからないものなので、このあたりも考えながら買うといいかと思います。で大事なこととしては、 最後ですね、小額から少しずつ慣れるというこ,とですこれは債券にも限ったことではないですけれども株でも金でもね何でもそうなんですけれども少額から少しずつ買っていただくといいかと思います。 先ほど提示した商品とかで見ると、まあ、100ドル程度で、ね、買うことができる債券も多いので、まあ、100ドルぐらいで最初買ってみるというのもありですし、まあ、ETF の方が、ね、やっぱり馴染みがあって債券全く買ったことないというのであれば ETF の債券から買っていただくのもいいかと思います。はい、ということで、まあ、今日聞くとです、ね、かなり債券というのは想像より複雑だというふうに思われた方もいらっしゃるかと思います。 なので、まず債券買ったことないというんだったら、慣れている ETF からがいいかもしれません。で、それで慣れてきたら、さっきご紹介した利付債とかゼロクーポン債とか、こういうものも買っていくと、一つね、どんどんとポートフォリオがバランス取れていくかと思います。で、何事も少しずつ慣れるのがベストかと思います。で、ただ次回ですね、この債券動画をちょっとひっくるめてですね、債券の保有目的別に、 何を買ったらいいのかっていうのを一緒にね振り返ればと思っていますのでぜひ次回の動画っていうのもお,お待ちいただけると嬉しいですはいということで今日の動画のまとめです利付債これはインカムゲインを定期的に得られる債券そしてゼロクーポン債っていうのはキャピタルゲインつまり値上がりを狙うための債券です ただこれはねなかなか複雑なじみがないというのもありますので ETF が慣れているんだったら ETF から再建投資を始めてみるといいかと思いますリタイア間近の収入が減る時期から急にね再建をやるっていうのは少し難しいかと思いますなので収入がある今からこそ少しずつ再建に慣れていくと将来のアセットマネジメントというのが簡単になっていくかと思います なのでまた債券動画よくねわからないというふうに困った場合には、ぜひこの動画を振り返りでもう一回、二回、三回と見ていただくと嬉しいです。はい、ということで債券動画はいくつか出しております。えー、米国債券を買うということで、えー、2023年は150年ぶりの買い時かなということをまとめた動画ですとか、また債券にもいろんな種類があって、BND とか AGG、こちらはドル貯金というねイメージで私は買っています。 なので、こういうふうに債券の動画、いくつか出していますので、チェックいただけると嬉しいです。はい、ということで、今日もご視聴いただいてありがとうございます。あの、債券結構複雑かと思いますし、まあ、私自身もですね、決して債券投資家というプロではないんですけれども、ただ、いくつかまあ買った経験もありますし、今もね、保有しております。なので、困ったこととか何かあれば、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。 それが結果的には別の、ね、視聴者さんの方の参考にもなりますし私自身にとってもですねかなり勉強になりますのでぜひ気兼ねなくコメントいただけると嬉しいです、はい、それでは今日もご視聴いただいてありがとうございました良い一日を